暁ってやつらだ、金ちゃん師匠。ずいぶんと探しましたよ、八尾。私の大刀サメ肌は強いチャクラが大好きでして、悪いのですが、このサメ肌の餌になってもらいますよ。俺はおめえ殺すよ。格段の差っての教えてやる。やたらと口数の多い人中力ですね。ポンタ、でかいくせに削りがいのないクマですね。ついでにポンタはアライグマット。邪魔をするってことですね。予策切り。中距離からのライトントビニングで私の出方を見つつ、これで穴2つ穴取るな。予兆ビブラートライトン灯が貫通せんと。ハチビの衣、お前俺のチャクラを。いい、見えたよ。あなたのチャクラのタコ味が相当気に入ったようですね。意外に可愛い目をしてる。すぐに意外の魚の目にしてやるぜ。治療器具。干し柿キサメット。サメ、ザメと泣かしてやるぜ。このサメ野郎。知ってるか。何をですか。あとはサメを食うんだよ。またチャクラを吸い取って、さらに奴の刀がでかくなったよ。大食いで早食いだが、一度に食えるチャクラの量は尾が6本分ね。サメ肌がここまで大きくなったのは初めてですよ。俺も出る。美獣化しろ、美獣化しろ。 B ダメだ、バカ野郎。この野郎ハッツァンとじゃ一撃がでかすぎて辺りがむちゃくちゃになる。俺がいなけりゃとっくに敗者になってるとこだぜ。生意気な校長、そのご校長に感謝する。いえ、ありがとう。これだけのチャクラを正気を保ったままコントロールするとは。バージョン1まで戻されるとは。生きとるよ、さっさととどめだよ。何なの。倒れることもない。スイトン大抜粋手法。戦いが長引けば長引くほどあなたたちは削り取られ弱っている。私の体から引き剥がせれば別なのに。では行きますよ。合体してするのが先だぜ。よっ、この水遁からは逃げられないですよ。うぜえ、ラップかましてる場合か。半魚人を中心にしてこの水も一緒に移動してやがるんだよ。気づけ。八尾は生け捕りがルールですが、こいつらの生死は関係ありませんからね。中力と呼ばれただけはあります。このサイズで一部だけを美人化するとは。よし、出たぞ。ずいぶんと苦しそうですね。チャクラはどんどんなくなっていきますよ。ま、たまに失敗することもありますがね。ここは一旦逃げろ。あれを使え。これは炭。このサメ肌と融合した私の体はチャクラを肌で感じた。今行くよ。ハチにもあっけなかったですね。またちょろちょろされて美獣化されても厄介ですからね。チャクラもほとんど持っていきやがって。クソ、B を切ろ。は切れませんがね。どうしたんですか。ハチビに懐くとは言いましたが、サメ肌から奪ったチャクラを。ちょうどいい、お互い武器を交換といきますか。この刀、綺麗にスパッと切れそうですね。鉛筆。惜しかった。これを狙ってたんですね。遅くなってすまない。なぜこ水の塊なら視覚でわかる。その中に8尾と B のチャクラが混ざっていることが感知できた。サメ肌のやつ、さらにチャクラを8尾に。やるぞ、スイトン大光弾のダブルラリアット。
だぜ。一人でちょろちょろしよっちゃ。右腕じゃなくても効く。刀。お前は暁のサメ野郎。なぜだ、あの時こいつの首をはねた。どうやって俺とブラザーのタッグ攻撃を外して。水の塊で戦った時、水中ですでに入れ替わっただけですよ。八尾にはあれぐらいがちょうどいいでしょう。じゃあここからは僕の仕事だね。しかし人中力2人と木遁使い相手にこの私の状況、正直きついですね。終身の術なのか、いきなり絶好。リーさん、やつを追いかけてください。僕はナルト。正直青春青春って言ってる場合でもないだろう。老けたおっさんが無理をすると体を壊すぞ。これが俺の本当の姿。ちっちゅう、青春を忘れた俺、お前の根性を叩き直す。あー、この歯大感傷。うわ、よく見てください。どう見ても違うでしょう。目を開けた時点で真実の滝から出てしまうんだ。いや、ハリセンボンだったかな。相変わらず頭の方は珍獣以下ですね。そいつはスパイの暁。サメ肌め。こいつは確かイタチと組んでいた暁のサメ男。こらこら、やり方だ。リー、気づけ。チャクラを取られているぞ。やめろって、お前が可愛くて力が抜けていく。技術石張り。よし、クイトン水光弾の術。俺が止めてやる、八門遁光。よし、よし、うまく負けたようですね。口寄せの術。しつこい方ですね。水遁転職水中のサメも活かせない気ですね。いいでしょう。第7強門、まさに珍獣。これほど体質の強い忍びは珍しい。私は三度目ですが。水遁大光弾の術、ヒルドラー。この大光弾はただの術ではありませんよ。どういうことだ。奴の術は収縮したのに。吠えろ青春。